はい、どうもさっくんです。今回はこちらを開封します。トミックスのコンビニエンスストア、セイコーマートとセブンイレブンでございます。こちらは以前トミックスはファミリーマートとデイリーマート販売したと思うんですけども、今回新しくセイコーマートとセブンイレ、セコマセブンイレっていう新しいラインナップで登場いたしました。まあ、このパッケージ自体もこの窓がついてない、もうブラインドの箱になってしまいまして、でここにあった窓が、全てあの説明書のようなセット内容の説明になりましたんで、この辺もちょっと変化見られたのかなと思います。昔だったらね、ここから覗いてセブンイレブンじゃないわ、あの時はファミリーマートかなが入ってるわと、まあ、その時点で中身の内容もあの大まかなのは把握できたんですけども、今はもうこういう風になっております。まあ、セット内容だって、まあ、付属シールが今回メインですね。でこれは最近どんだけ変わったのかと言いますと、あの商品棚を、ね、一応変えれるらしいんですよ。でその辺もちょっと見ていきたいなと思います。この高架橋の下とビルの下にも配置できるとか、これはちょっとおかしいよね。この鉄道の真下にコンビニエンスストアで、しかも橋脚がこの上に来ている、どんだけこの耐震強度を保つコンビニやねみたいな、まあ、これはさすがにないですよ。これちょっと信じられへん状態ですけど、まあ、こんなんもできるらしい。いやこれは多分しないと思う。あの現実的に見ておかしいと思うのでまあこっちかな、やるとしたら、まあ、ビルを買ってもないんであれですけど、出てきた出てきた、おー早速ですね、純的な駐車場付きのセブンでございます。でこの屋根が張ってるんかな、あここからこう、あ結構簡単に外れそう、こういう風に、おー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 、結構簡単に外れるよな。でどっかのチャンネルさんは言ってたんですけど、ここに室内灯を入れることができるらしいんですね。この枠はちょっと悪いけど、まあ室内灯、こういう標準的なこういうものをここに突っ込めば、まあこういう風に店に綺麗にできるかなと。こっちはまた別ですね。これはまた違うものを差し込める。こっちが多分、この店内に明かりをね、つけるやつやと思います。まあ、この辺ちょっとまたやっていきたいと思います。これも。ここね。こういう、自作の室内灯のやつなんで、ここにペタって貼ったら、まあ、カブした時に、ここに入るかなと思います。じゃあ説明書にのっとってやっていきたいと思います。店の配置とかは、先ほどの外で見たように配列はもう自由に組めるので、これが標準的なね、内容で、でこれでちょっと応用編で、複合ビル、総合ビルとかこれを上にかぶすことができると。でここになんか外すのがあるらしい。こうジョイントが。これなんか、切り込み入れたりするんかな？押し出してください。あはー、こういうやつか。おー。ああ、例えばこういう複合ビルとかをここに、こうドンって乗せたい場合は、ここを外すと。おー。こういう形ですね。ここに屋根上に一応6箇所こういう風に外すためのね、蓋がついてますね。ここは高架橋を乗せるらしいんですけど、強度的に多分現実的におかしいですね。まあ、それはやらないと思います。はい、まあ、これ結構あの自由利くようになった新しいコンビニエンスストア、メインストラクチャーになっております。
じゃあやっていきましょうか。シールとかの貼り付け。あ、これ図の1、あ、じゃあ図の1がまあ内容で、図の2からこの取り付けの方法ですね、これを見ていきたいと思いますね。配置がいろいろありまして、これ別にあのこの横向きばっかりじゃなくても縦向きとかも全然できます。だからこれは選べると思います。そしてレジの位置とかもなんか全部決めれるんで、これちょっと楽しみですね。そう、あ、こういう感じでレジとかあの商品棚ね、一応好きなとこに置けるようにこれ全部別パーツになっております。これは外のコンビニの看板になっております。これ合わせやつじゃなくてあのちゃんと種類が別々になってまして、これがちょっと小さいもの、これが上と下に、多分コンビニよく知ってらっしゃる方あれですね、タバコとか書いてあるやつね、タバコ、酒、ATM、 あ、これやな、これやな、こいつが来るやつやね。これ使わへんってことか。あ、看板のこの片方は使わないって書いてます。なんだこっちやね、これだけ使うってことですね。はい、そしたら一応シール貼り付けて、取り付けるところまで、一気に飛ばしたいと思います。はい、セブンイレブンの今店内をいろいろ、シールとか貼り付けていってるんですが、これどうしたらいいんやろ、あの足らないですよね、このシールが。こいつに貼りたいんですが、これをちょっと犠牲にしてこの見えない方をこっちに貼ったらいいのかな。とりあえずまあ見えへんところはもうそのまま行きたいんやけども、なんとかできへんかなと思ったんですけど、今回やりたいのはこう縦にこうつけていきたいんですよ。こっちレジじゃなくてこっちにレジをしたくて、だからちょっとシールどうしても足らないという状態でこのままつけていこうと思います。冷凍のね棚、こういうのでいいかな。おー、雰囲気出てるね。よし、まあまあとりあえず一回こう置いてみよう。おはー、なるほど。こんなに見渡せるコンビニあんまないですけどね、最近。ここの窓ってあんまりないですけどね。だいたいこの辺になんか本棚とかあって、こう入り口で、新しいやつやったらこの真正面にこのレジがあってっていう、こういう感じでいけるかなと思います。はい、シール関係を、ほとんど、指定のところに全ては貼ってないんですが、まあまあ大体見た目良くする程度にはやりました。で、今回ちょっと紹介しなかったんですけど、ソーラーパネルもつけるらしいんですけど、ちょっとそこまではいいかなと思って、一応ランナーはこんな感じで、これが裏地で、この上にシールあるんで、それを貼ってこの上からこのカバーみたいなのをつけるということです。で、これは何なのということで、上はちょっと使わなかったんですけども、ここの横断幕、鉢巻きのところですね、これを本来ここに貼り付けると。でもこれはちょっともう別に貼らなくてもこれ一緒やなということで、なしにしました。その上に貼ってます。もうジオラマでそこまであの細かく求めてないと思うんで、はい。で、もう一つこれが謎だということで、これ何なのということですけども、室内の、照明支えらしいです。説明書いてるんですけども、照明の支え柱は、現在使用できませんが、将来拡張時のために捨てずに保管してください。おお、すごい書き方やな。もうトミックスが捨てずに保管してくださいっていう書き方はちょっと初めて見た。これはちょっと面白いな。まあ、ただ、今、現状で使えるこういうね、あの、テープ LED 式の室内灯、これ電車用なんですけども、これを使って、
ちょっと簡単に光らしたいなと思いまして、こういう風にセットしました。中にもちゃんとね、こう室内灯見えてると思います。これだけでもかなり明るいと思いますので、ちょっとテストしてみたいと思います。これちょっと仕切りがないので、下手しいこのショートしてしまうかもしれないですけども、まあこれでちょっと試しだけやってみたいと思います。どうでしょう。はい、あーいいね。でこのセブンイレブンの鉢巻きも今回光るらしいので、結構この実際のセブンイレブンに近づいたかなと。セイコーモアートも光るらしいんで、これ後ほど見ていきたいと思います。これはジオラマに映えるな。中もね、照明をつければめちゃくちゃ明るく見やすくなると思います。これはいいな。はい、どうでしょう。こういう感じです。いいね。いや、このね、茶色のタイルが本当に映える。これなかったセブンイレブンじゃないですからね。これやっとかないといけないと思って、とりあえず開封と一応シール貼り付けっていう感じでやったんですよ。これでだいぶ分かりますかね。めちゃくちゃ分かりやすい。もうここにね、旗とか看板とかあると思うんですけど、そんなんなくても全然これでも映える。ストラクチャーってね、置いてたらやっぱ部品外れてきたりするんで、もうこれが一番最低限の再現かなと思いました。いいな、これ室内灯入れて、この夜光らしたこうセブンイレブンのこの鉢巻きが光るという、かっこいいですね。とりあえずセブンイレブンが完成です。はい、セブンイレブンの次はこちら、北海道で、かなり有名なセイコーモアートでございます。こちらも今回製品化されました。これは僕はね、実は行ったことがないんですよ。北海道は何回も行ったんですけど、実はセイコーマートに行ったことがありません。ただコンビニの売り上げではトップ5には入る、すごいコンビニエンスストアらしいので、できたらやっぱ両方ともね、紹介したいということで。中身一緒で、この側だけ違うんや。ここが、ここがちょっと違うタイプ。これが違うだけなんや。中は一緒なんやね。こっちはちょっとなんか違うらしい。なんか特別なもの。ディーリー山崎とかそういうところにもなんかあるような特殊なやつですね。だからこのセイコーマートにしかない商品はこういう特殊な棚あるということです。これもなんか、ちょっと変わってますね、これ。カツ丼とかね。取れたてアイスコーヒー、アイスキャンペーン、フライドチキン。ああ、いいな。僕が好きなやつ、めっちゃ揃ってる。肥満まっしぐらですね。もう肥満なんですけどね。まあ。僕が大好きなやつが揃ってるんですね。すごいな。一度は行ってみたいセイコーマートでございます。はい、では一応ね、中店内はこういう感じ、なんですかね、建物が建ってすぐぐらいの状態。これをまた店内をね、綺麗に整えたいと思います。はい、店内のシール貼り付け完了。でもコンビニらしくなりました。すごいな。入り口ってどの辺やったっけ。この辺やから、あ、ちょうどここに入り口やからバッチシなんでしょうね。ここが動線になってて、でこのまま奥行ったらジュースとかね、売ってるという感じですね。やっとできた。こんだけちょっといらんシールいっぱい作ってしまったけど、あー、ちょっとこのね、店内を作るのにね、動画紹介しようかしまいかちょっと迷ってたんですけども、やっぱこれぐらいやっとかないと面白くないなと思いました。これめっちゃリアルになりますよね。じゃあ室内灯とか組み込んで、次は道路関係やっていきます。はい、一応セイコーマートの方も、シールと道路の駐車場の方配置が完了いたしました。
これでね、このポールがあればプリウスミサイルも突っ込んできても大丈夫ということで、こういうなんかポール1本ずつが立ってるらしいです。でそれに対してセブンイレブンはなんかこういう柵がね、こういう柵みたいになってるやつがね、この一区画ずつにこう後ろにあるという感じです。これでプリウスミサイルが来ても安心ですね。はい。で、次セイコーマートの方も室内灯をちょっとつけてみたいと思います。いいっすね。うお、めっちゃいい。めちゃくちゃいい。おー、セイコーマートや。知らんけどめちゃくちゃこの商品棚が映えてます。良すぎです。ちゃんとこう扉のこのね、区切られてる部分までちゃんと光が回っててくっきりで、ホットこれカフェでいいかな、ホットカフェのこの牛さんのマークめちゃくちゃ光ってますいいなぁ。なんか温かみがあるコンビニエンスストアとしてなんか開業できそう、すごい。でこの左奥はレジなんで、電子レンジとかもちょっと置いてあります。うわ、みんなこれめちゃくちゃ映える。これ早くレイアウトに置きたい。はい、ということで今回発売いたしました、セブンイレブンとセイコーマート、こちらの開封とともに、シール貼り付けや部品取り付けやってみました。いかがでしょうかね。ストラクチャーにはかなり使える新しいアイテムとしていかがでしょうか。そしてまだ室内灯の設備はこれトミックスとしては整えられてないんですが、今回ちょっとわざとこの金型とかのね、成形に合わせてテープ LED のものを使ってみました。でちょっと光らしてね、温かみのあるコンビニエンスストアできたということで、でさらに、前回の商品とちょっと違うのがこのセブンイレブンとかね、この上のとこの鉢巻き、ここのセイコーマートのこの鉢巻き、これがちょっとクリアがかってるパーツになってて、これライト照らすと一応ここが光ると、本当に実際のコンビニみたいなリアルなこういう鉢巻きが完成すると。でセイコーマートに関してはこのホットカフェ、ここがまたクリアになってて、ここも光るということです。でこの黒枠なんで、これも室内灯つけるとちゃんとこうくっきりね、区切りが分かるということです。でセブンに関してもこっちにもつけたら、この角っこもちゃんとガラス張りになってるんで、ここが映えます。めちゃくちゃ良かったという新しいアイテムで、新しい新機構を取り入れた、商品ですが、まあ、ぜひこのレイアウトを、ね、やってる方の、ジオラマの一つとしていかがでしょうか。多分今店頭に残ってるかどうかがちょっと分かんないんですけども、これはめちゃくちゃいいですよ。自分でこの床を掘ってこの室内灯の線をね配線すれば、今のところ非公式ではあるんですが、この夜景も楽しめると思いますんで、ぜひこの機会にもし店頭に並んでいるのあれば、購入してみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はトミックスから、リニューアル発売されましたコンビニエンスストア、セブンイレブンとセイコーマートの開封パーツ取り付けの動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また Twitter、ブログ、インスタもやってますので、ぜひそちらもご覧ください。